まして、こんばんは。2016年3月25日、神宿って、なんでしょう、イェーイイェーイイェーイ、はい、始まりました。今晩もショールームのスタジオから配信していきまーす。はい。はい。それではまず自己紹介から、ミカ。はい、ミカチンワールド、全開中。ありがとう、あなたのハートにアクセスしちゃいます。一ノ瀬ミカ15歳です。ミカチンって呼んでください。せーの。ミカチン。ありがとう、次はナッピー。はい、ラッキーハッピーナッピー。負けず嫌いでおとぼけの17歳関内の方です。ナッピーって呼んでください。せーの、ナッピー。ありがとう、次はひな。はい、夢は小豚の世界の姫様、ひなぷーこと岡山ひな18歳です。ひなぷーって呼んでください。せーの、ひなぷー。ありがとう、次はめい。はい、みんなのドキドキにシュートします。メイリンこと橋間メイ17歳です。メイリンって呼んでください。せーの、メイリン。ありがとう。最後はミキ。はい、ミキ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 君に夢中、あなたも私に夢中なあれ、みんなこと橋間ミキ19歳です。みんなって呼んでください。せーの、みんな。ありがとうございます。ありがとうございます。え、本日も神宿メンバー全員でお送りしていきます。イエーイ。全員が大集合。はい、ということでね、まずね、はいはい、ちょっと最近の神宿について今日もちょっと少し話していこうかなと思います。はいはいはい。でこの前実は秋葉カルチャーズ劇場さんで、はい、ツイッター拡散企画をやったんですよね、はいはい、神宿の皆様。そうです、やりました、はい、初の試み、はい、定期公演の企画でね、はい、1曲だけ限定で、その1曲中に写真を好きなだけ撮って、それをツイッターに拡散してもらうっていうね、素晴らしい企画ですね。そうですよね。神宿をね、ちょっと広めたいっていうね、うん、みんなの大好きな企画でございまして、まあいろいろね、まあエゴさしてみたんですけど、まあ半目が多い。多い。そりゃね。ナッピーの半目写真が一番多かった。多かった。本当に多かった。やっぱナッピーはそういうキャラなんだよ。なんかやめてねって言ったから絶対わざとやってる人いるんだよね。でもナッピーってなんかそういうキャラじゃない。いやいや、半目キャラとかやだよ。いやでも狙って半目やったっしょ。いや本当にこの半目。半目でケープ ID 踊ってたっしょ。半目。半目でやってたし、しかもなんか揚げだこみたいに顔真っ赤だったんだよ。揚げだこ、あー、赤かった、すごかった、ね、びっくりした。揚げだこじゃない、ゆでだこ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 、揚げだこよ。そう、揚げだこうまいよな。今日も京都でナッピーだよ。うん、ね、なつさなになに、ごめん、あ、佐藤。そう、その企画で思ったのが、なんかファンの方結構写真撮るのうまいですね。そう、そうね、スマホの割に画質が良くて、思った、なんかいい写真とかもちらほらあったので、ね、みんななかなかセンスがあるんじゃないかなと。結構何枚か保存した、ね、そう、ちょうどいいやつは保存した。いいやつは、いいやつは、いいやつは、いいやつは保存した。結構いいなって、ね、そう、欲しい、欲しいやつ、そう、いい感じだったな。はい、ということでね、定期公演はね、まあ、秋葉でもやったんですが、はい、実は表参道の定期公演でも、まあ、ちょっといろいろやりまして、卒業式スペシャルをやったんだよね。やりました。でね、その時に、まあね、ミカチンが中学校を卒業、はい、でひなが、高校を卒業卒業しましたね。イエーイ、おめでとう、おめでとう。ちょっと定期公演来れなかった方もいると思うから、一言だけちょっと言おうかね、はい、なんか感想みたいな、卒業してこれこれこう頑張りますみたいな。はい、一言で言うよ、友達頑張って作るよ。頑張れ。この間もね言った同じことやっぱ本当に思ってるから、うん、いやもうちょっとなんとも言えないけど、私たちいるからね、うん、あ、そう、いつでも逃げていいからね、もしも無理だったら逃げてくるね、うん、私たちいるから気にすんな、うん、うん、じゃあひなぷ行きますか。はい、はい、単位取ります。イエーイ、頑張れ大学生。大学生って怖いね。単位って何？単位はね、高校生で言うと赤点を取らないってこと。そう、あ、うわ、きつい目標やな。うん、そうだよ。1個でも取ったら留年じゃない。1週科目は全部取んなきゃいけない。へー、大変やね。大変だね。お前ら人事かよ。いや、やばい。ね、来年だぞ。来
からあれ協力するよ。うん、ありがとう。そう、ミカチンにね、LINE したんだ。うん、そう、来た。そう、あのね、大学生怖いって言ったの。大学生怖い。友達を作るコツを教えてやった。そう。いや、できない。わかんない。みんな間違えたなって思った。うん。聞く人間違えてるよ。いや、いつでも聞け。でもこの人しか返信が来なかったんだ。なんでよ、ミキョ。え、ちゃんと返したけど。え、まずその話すら聞いてない。クレヨンしんちゃんのさ、カフェ行ってたからさ。いや、今日ちょっとクレヨンしんちゃんカフェに行ってきました。 2.5 スピンズさんのやつ、コラボなんですけど、スイーツパラダイスさんともコラボしてて、そう、それの明日が実はオープンなんですよ。原宿の竹下通りの近くにあるんですけど、それの今日は試食会みたいな行ってきて、めっちゃ美味しそうだね。めっちゃ、そう、ちょっとツイッターにたくさん載せてるんですけど、まあ、クレヨンしんちゃんのオムライスだったりとか、なんかブリブリザエモンのなんかカツみたいな、ブリブリザエモン、そうとか、なんかあのシロっているじゃん、いるの、うん、の綿飴のやつのなんかジュースみたいな、なんかシロップ、シロップかけると溶けんの、シロが、シロが溶ける、シロが溶ける、めっちゃ甘い。すごいね、なんかね、女子高生とかもなんかね、原宿系女子が好きそうなね、本当に可愛らしい雰囲気だし、もちろんね、ご家族でも行けるしね、男の子も入りやすいと思うので、しんちゃんだから、ね、今度5人で行こうか。行きたい行きたい、家に案内して行きたい。あのね、ちなみに私のおすすめは、あのしんちゃんのお尻のなんかプリンみたいな乗せてたね、乗せてた、あれが一番美味しくて、あとひまわりのあのココアがめっちゃ美味しかった。ココア飲みたい。そう。いいな。ココアすごい美味しかった。行こうじゃないか。みんなで。みんなで行こう。みんなで行こう。いいね。なんだこの小学生みたいな。だいぶしんちゃんだから。あれだけどね。確かに。卒業から。そう。で、そう、卒業スペシャルの時は一部だったんだけど、二部でね、フットボールさんとね、コラボしたんですよ。そう。ユニフォーム。そう。サッカーユニフォームを作って、うん、先着10名に当たる、先着じゃねえや、あの抽選で、抽選で10名にね、ユニフォーム当たるみたいな、そう、サッカー早速着てたよね、みんな ね、みんな着てた、ね、すごいね。そう、黒もあったんだよね。そう、黒をなんかサポーターみたいな感じだった、ちゃんとシリアルなんだっけ、なんとかなんだ、そう、世界に一つなんだよね。そう、世界に一つシリアルナンバー入りのねユニフォームなんですけど、ね、すごい、読んでる人見てくれてるかな、見てるかい、当たったって人いるよ。わー、ありがとう、サポーターです、サポーターです、もったいなくて着れない、サポーター、着て、8番着るっすか、あれ、しかもあれ生地いいし、ね、いいよね、汗吸いちょっとサッカーのユニフォームとかって素材すごいいいから、汗かいても全然熱く感じないんだよね、うん、割と、そう、私全然、いい、私さ、いつもさ、毎回ビッチョビチョになるじゃん、あの時汗全然かかなかったの、そうなの、そう、確かになんか2部全然汗かかなかったよね。でしょ、なんかもうサラみたいな、そう、すごい通気性もいいし、効果が、ね、でその定期公演で話したのが、なんかちょっと企画とかで、みんなとサッカーやりたいよねっていう、言ってたね、話したね、サッカー、サッカー、そう、それぞれだって5色あるわけでしょ、ユニフォームが、で11枚あるじゃん、私たち合わせて、作れるよ。作れるよ。作れるよ。チームが。これさ、あれだよね。ユニフォーム持ってない人でもさ、なんかちょっとなんか作りたくない？ね、そう、限定とかじゃなくてもいいからさ。うん、スポーツね、まあ、ビブス着ればいいわけだしね、うん。スポーツイベント系やりたいね。ね、やりたいね、楽しそう。ね。サッカーからないからね。サッカーからやろう。サッカーから。サッカーからやろう。で、キャプテンは私たちね。そう、各チームね、そう、ビッグ強い弱いのキャプテン、トーナメント作ってさ、1位のチームなんかご褒美とかね、あったらいいよね、ご褒美、そう、焼肉がいい、もうなんか結果は大体予想ついてしまうけど君たちはまあ足引っ張り役だと思う、確かに掛布さんにどれだけサッカー上手い人がいるか、そうだね、頑張れ、でも青掛布結構いるのよ、いや桃掛布もサッカー経験者ばっか、え、桃掛布ってなんかぽっちゃり系多かった、いや、ぽっちゃりかひょろひょろかだから、すげえ弱そう、危ない危ない、すげえ弱そうだよ、やばいな、頑張れ、ナッピーとか何気強そうなんだよ、ね、強いよ、強いよって言うのかよ、地味に、あの、なんかボール回したりしてあげるって感じ、
いや、あなたが中心で回すよ。どんな上から私が中心で回してあげるから、うん、緑かきふは、うん、ナピーナピーみたいな、ナピーヘイみたいな、そう、そう言ってたらいいよ。キャプテンだから、そう、キャプテンだからやっぱね、うん、引っ張ってあげないと。結構経験者いるからね。ヒカキフなんか、ね、でも割と若くない、ヒカキフは、うん、女の子多いからさ、ちょっと危ないじゃないの。ちょっといや、もうみちは多分、うん、女の子と一緒になって応援してる。いや、なんでやねん。でも、でも、でも、出なきゃ意味ないの。出なきゃ意味ない。やってそうだね。やってそうだな。なんか風景が思い浮かぶね。赤かき風はなんかおじさんっぽくないですか。正直言うとそうなんです。でも結構いるじゃん、高校生とかね。たまーにね。でも基本あの8割方おじさん。でも動けるそう、おじさん30代だと動けるから。30代だと動ける。40代も頑張れるよ。40代40方がちょっと、40はちょっとギリじゃない。 40まだいけんじゃない。フリースローができなくなっちゃう、40方は。フリースロー。フリースローって何？スローインね。スローインだ。フリースローはバスケやね。バスケだからごめん。でも応援してる。でもサッカーの次にバスケもしてほしいみたいな。お、あ、バスケのコラボ。やりたい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 。バスケのなんかそういうコラボできるの。でもなんか球技怖いな。私も球技あんま好きない。球技大好き。球技めっちゃ柔らかい柔らかいボールやる。あ、ドッジボールは？やだよ。やだよ。なんで？なんで自ら当たりに行くんだよ。ドッジボール球技怖いとか言ってる人がドッジボールやるのもなんか矛盾しすぎてる。ボニョボニョのやつで。ボニョボニョボニョ。やだやだ。楽しそう。やだ。ナッピーだけで。ナッピーバドミントン。卓球やってる。まとに。さあ。さあ。掘り出してきた。さあ。バドミントン。さあ。卓球。卓球部出身だそう。じゃあちょっといろいろ企画をね、まあやるかわからないけどやりたいから私たちが言ってみるよ。頑張るよ。言ってみるよ。みんな絶対みんなもやりたいと思うしね。痩せると思うしね。こっち見ないで。こっち見ない。動いて痩せろ。私はカメラを見るから。動いて痩せろ。はい。でそのフットボールさんとのね、そのコラボの時に発表が、重大発表あったんですよね。はい、ツイッターでもね、なんか重大発表やるよみたいな。発表がね、ちょっと喉結構痛めてる。で、その時に発表されたのが、なんとウィゴさんとのコラボということで。イエーイ！じゃあ、念願のウィゴさんですよ。これは本当に嬉しい。だってずっと前から、もうデビューする前から、なんか原宿初のアイドルやるって決まった時点で、もううちらはなんか、原宿のお店とか、なんかウィゴさんとかスピンズさんとコラボとかできたらいいよねみたいな、うん、言ってたよね。めっちゃ言ってた、ね、これがもう願いだったのか。まさかの叶いました。叶っちゃいました。ありがとう。すごい嬉しい。これもこれもみんなが原宿初って言ってくれるおかげだよ。ありがとうね。原宿感やっと出せていけてるよね。2016年ね、コラボしたり。そうだからウィゴさんのお店でなんかイベントを開催するので、よかったら、あの今4月に言っちゃいますか。そうだね、言っちゃおう。はい、じゃあ言っちゃうね。 OK、 お願いします。はい、4月10日の日曜日、ウィゴンさんの東京原宿店にて14時からイベントあって、次は4月16日土曜日、ウィゴン新橋店14時から名古屋だっけ、大阪だ。なんかね、違ってよ。新橋店さんです。はい、から14時、4月23日土曜日は、ウィゴー大須店さんから14時です。はい。ありますので、4月は全部かな、こうやって。東京と、まあね、東名阪ツアーの時にかけて、はい、連動してますので、お時間ある方はぜひ会いに来て、コラボグッズをゲットしてください。ゲッチュめっちゃ可愛くない？しかもそのお店でしかね、販売してないんだって。そう、 T シャツとか限定商品じゃん。今日は多分そうだから、そのお店に来てゲットしてほしい。ゲッチュして、ゲッチュして、ゲッチュいいね。めっちゃ可愛くない？なんかめっちゃ可愛い。帽子と T シャツをとりあえず着たんですけど、ツイッターにも載ってんだけどね、めっちゃ可愛いの。超可愛い。帽子いいのよ。帽子になんか KMID って書いてあって、超おしゃれだよね。超 KMID の KMID の感じがすごいおしゃれで、 T
ティーシャツもすごい可愛いの、なんか女の子あれメイじゃね、メイっぽい、メイっぽいのがメイっぽい、メイっぽい帽子、その KMID の帽子をかぶって下向いてなんかカッコつけてる女の子のシルエットなんかイラスト、うん、が T シャツになってて、それもすごいね、いろんな服に合わせやすくて可愛くなってますので、うんね、女の子とかすごい着やすいと思うので、ね、そうね、うん、絶対似合う。ね、ぜひね、来てほしい。大阪近いから行くよって人がいっぱいいる。おお、嬉しいな、ね、ありがとう。大阪一発目だからさ、ね、みんなおいで、おいで、いっぱい会えるからね。いいよ、キャップいいよね、キャップいい、流行ってる形だから、そうそう、こうなってる、こうなってる、そうそうそう、全然ほんとみんな着やすい感じなんで、 T シャツも着れるよ、大きいから。そう、結構ダボダボしてるんで、XL だっけ、撮ってる人も着れるよ。 XL って書いてあった、XL です。行きたい、おいで、嬉しい。他にもなんかね、ケース、なんかケースとか、スマホポーチ、スマホポーチとかも出ますので、おじさん行っていいよ、行っていい、おじさん待ってるよ、目ごつでも何の違和感もないよ。ほらだってうちら神谷堂がさ、あのコラボしてるから来るっていうのでもいいんだよ、そうそうそう、そうだよ、寄りに来るってだけでも、そこからメゴさん好きになってほしいね。確かにね、嬉しいね、神谷堂もついてるね。はい、そしてそして、はい、話変わりますが、実はこの前モバイルバッテリーっていうのをね、はい、ツイッターに上げたんですよね。あ、ちょうどヒラップを今使ってるんですけど、なんて素敵なの、ちょっと私は今日持ってこれなかったんだけど、見てください、ここに注目です。なんと神宿メンバーのツイッターの何これアカウントが載ってる充電器がバッテリー、バッテリー、すごい、発売されるんだっけ、すごい、やこれはまだされない、まだされない、されない、とりあえずもらいました、もらいました、まだ未定なのですが、そうなんですよね、そう、これめっちゃ可愛くない、ね、かわいい、ちゃんと猫色あってね、そう、色も嬉しい、色ね、このダンボーめっちゃ可愛いよね、ダンボー、ダンボー可愛いよね、ちょっとミカだけねデザイン違うんだけどね、そう違った、赤色がなかなかなくて、そうそう、赤色やったね、結構ね充電されやすいので、これめっちゃ入るんですよ、だからちょっと宣伝ついでにとかね、うん、いけますな。はい、そしてこの前実は念願の私ごとなんですが、あ、そうね、私ごとなんですが、はい、サッカーキングに出演してきました。イエーイ、いや楽しかった。いやもう本当にずっと出たくて、そうなんかドロップさんとかすごいよく出てて、うん、そのツイートを見てサッカーキングさんっていうのがあるっていうのをして、なんかニコ生配信なんですけど、うん、はい、あ、これめっちゃ出たいなと思って、うんうんうん、私サッカー好きだし、サッカーといえばメイリンだもんね、そう、サッカーといえばもう私しかいないっしょ、うんうん、ぜひ出たい、ね、と思ったら出ませんかと、嬉しいね、嬉しい、ね、嬉しいね、そう、もうね緊張したけどね、いろいろ自分のサッカー人生についてちょっと語ってきた、おー、すごいね、なんか私がサッカーをやめた理由みたいな、めっちゃかっこいい内容やん、かっこよかった、あ、なんか私大丈夫かなめっちゃかっけえって思った、そう、いろいろ語ってきて、ね、なんか嬉しかったんだけど、なんかドロップの竹口ひかりちゃんっていう子がいて、うん、まあ、その子が仲良くさせてるんです、あ、させてもらってて、で、させてもらってて、で、なんかその前日にそのひかりちゃんがそのニコ生配信 で、うん、でその翌日が私だったんですよ、そしたら MC たつさんっていうあのメイン MC の方いたんですけど、その人から昨日タッキーがなんかメイリンと仲いいってめっちゃ喋ってたんで、嬉しかったわ、めっちゃ嬉しい ね、うん、あ、もうタッキー好きってなった、めっちゃ仲いいもんねタッキーさん、そう、ちょっと今度なんか姉妹で、姉妹、何、姉妹コーデしようみたいな、なんかたまたまその好きな服のブランドがあって、本物いますけど全然趣味合わんから全然趣味合わんの、本当になんか X ガールが好きで、お互い、あ、そうなんだ、そう、ね、今度ちょっと姉妹コーデしようってなってるんですよ、いいじゃないですか、じゃあまたねちょっと姉妹コーデしたらツイッター載せるので、皆さんぜひチェックしてくださいよ、いいえ、めっちゃいそうだ ね、 ね、はい、はい、ということで、はい、はい、ちょっとここでね、そろそろコーナーに行きたいと思います。はい、はい、お願いします。はい、今回はね、はい、あの秋葉カルチャーズ劇場の定期公演で好評だったあの、はい、ツイッター企画、あ、ツイッター拡散企画のショールーム版をやりたいと思います。やりたい。
嬉しいね、これ。やります。はい、ルールをちょっと説明します。はい、これからメンバーそれぞれが自分が最高に漏れていると思う奇跡の1枚をツイートします。はい、制限時間以内に一番多くリツイートされた人が勝ちというルールなんですが、制限時間は10分です。10分間で誰が一番リツイートされたかっていう、なかなかねちょっとねすごいリアルな感じなんですが、一斉にここでちょっとツイートをしたいので、はい、見てる皆さんぜひリツイートしてください。携帯よーい、携帯私の携帯はこれだ。はい、奇跡の1枚なのでこれで有名になれたら嬉しいね。確かにね、これみんなに拡散してほしいね。みんなリツイートしてる、ね、すごい限界1個配信ですみたいな。そうですな、ね、みんなが携帯いじり始めました。だってここさ、急にさ見たらさ、ね、仕事放棄してる。仕事放棄なんて柄もある。神宿ぐれた、すごいね。どうしよう、準備はよろしゅう。待って、一斉にツイートしますよ。待って、10分間測るんですこれから。うん、本当にみんな拡散してね。そう、これ本当に拡散してほしい。うん、すごい呼びかけるよ。いや、もうみんなで拡散してうちらのことを有名にしてほしいよね。本当してほしいね。やめたりね、みんなにかかってるよ。なんか言うんだっけ。そうそうそう、そう、つぶやき方は自由。そう、みんなもいいと思ったらリツイートしてみたいな。待って、今つける。待って、なんか隠してくるみんな結局ツイッターで見るんだから。別に一人をリツイートしなきゃいけないとかじゃなくても、そういうことじゃなくて、なんか全員リツイートして全然 OK なので。はい、そう、まあ、全員リツイートしてくれるのがまあ優しい。そうですね、優しいね、まあ、そういうの大体分かっちゃうから、ね、大好きになっちゃうよそういうの待ってるからね。じゃあ準備はよろしいですか。だって URL どうやってやるの。大丈夫ですか、準備しなかったのね。困っちゃうよ。そう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 、あ、え、何、なんかさ、あれ買う方がいいの。いいよ。お、拡散するよ、のんちゃん、ありがとね。お、ここでなんと見ている方が1000人突破しました。わー、やったー、ありがとう。じゃあこの見ている1000人の方全員私たちのツイートをリツイートするんですよ。今からするからね、待ってね、後ろが終わらないんだよね。まだお姉ちゃんしっかりして。お姉ちゃんだよ、全員フォローして。大丈夫、全員フォローして。オッケー、大丈夫、オッケーオッケーオッケー、いきますよ。みんななりのだから、これは。それではツイートします。うん、せーの。だから遅い、ね、最悪最悪みんなにツイート。待って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 、まだひな投稿できてない。待ってメイ何、メイ何、メイメイめっちゃいいやん。あ、見たの、それで見た見た見た。うわ、ちなみにみんなのリツイートしとくよ。あれ、ひなツイートしてない。奇跡の一枚なんでね、こんなかなかちょっと載せない。待って、今ひなの保存しよう。メイダメって。メンバーもね、ちょっとちょっと。いや、喉痛めてる。みんな全員のさ、ひなぽん遅いよ。待って、これ、ひなぽんこれリツイートしてるのかな。みんなリツイートしてくれたかな。ひなぽんのリツイートしたらもう全世界が。じゃあ、ちょっと全然出てこない。ひなぽんのかぼちゃを。え、なんでみんなそんな。あ、いいよりやつだ。ちょっと待って、次。みんな全員をね、リツイートしてよ、今。よし、みんな、リツイートして。みんなの何もつかないんだけどさ、なんで。みんなリツイートして。なんで何もつかない、ね、の出てこないよ。待って待って待って、一ノ瀬がさ出てこないね。リツイートが一番だよね。そうだよ、あるあのね、いいねは入んないからね、いいね入んないからね。ひなぷんわれたすごい顔、ほぞろしたないよ。リツイート、リツイートしまくってお願い、本当に、ね、これ頼む、ね、これ皆さんリツイートお願いします。お願い、マジでいっぱいして、いっぱいして、10分しかないから。でお願い、これすごいね、すごいでしょ。あ、みんなありがとう。これひなぷやばいな。え、一人ぐらいこういうのいた方がいいか。そうそう、今見てる1400人くらいのさ、ね、ライト君見えない、ね、ライト見てる、ライト君しかない、みんなリツイートしてくれてる。今見てるさ1600人くらいのさ、全員さリツイート来たらやばくない。やばいよね。ね、待ってね、さっき1000人だったのに1600人も急に見てるんだけど。な、え、そうだ。あれじゃない、URL 載せたからじゃない。あ、そっか、マジでリツイート。ちょっとひなすごい後悔してるよこれ。すごい後悔だね。いや、バナナマンの日に、うん、ねねね、何聞こえない、何も。リツイートして。待って、ナビオさんとかにもさリツイートされた。うん、嬉しい。誰誰誰誰。え、今通知欄見てるからね。なんでリツイートさ、ほら、ナホも見てるよ。なんか見て、マジ
ジでリツイートマジで、いっぱいリツイートしてる。なんでもっとリツイートしろよ。スキルだ、スキルだよ。ひなの顔でアカウント100つって。ショールームさんがいいねしてくれたけどリツイートは一切してくれない。ショールームさん、あ、本当だ、いいねされた。嘘、うちリツイートされた気がした。いや、これうち頑張って撮ったんだよ。ジャンプリツイートしたでだったよ。ありがとうね、ジャンプの一番いい。ひなのお願いしますよ。ね、お願い、ね、お願い、これちゃん、すごい、1位とか決めるんで、本当にちょっと、そう、これ結構大事だよ、これ本当に大事。お願い、お願い、お願い、みんな、お願い、みんなでリツイート。すごい、なんか違う星の人もリツイートしてくれるので嬉しい。ありがとうございます。てか緑かきふがいっぱいねリツイートしてくれる。緑かきふ優しい、大好きだよ。あのクレヨンしんちゃんのカフェのやつは今リツイートしなくて全然違う。今そこ、今これじゃない、これじゃないよ。わかるよ、わかるよ。わざわざリップまでツイートしたらありがとう。みんなコメントがねすごいね、速さでねみんなしてくれてる。ありがとう、嬉しい。え、待って2300。恥ずかしい、恥ずかしいよ。あの詳しくは絶対見てください。恥ずかしい、恥ずかしい。今わかんない意味は、今何してるか意味わかんない人、とりあえず私ツイッター見てください。ツイッター見てください。とりあえずリツイートしろ。リツイートしてください。可愛くないと思ったらリツイートしろ。リツイートしてください。お願いします。お願い。いや面白いな。頑張ってんだよ。ありがとうみんな。私頑張ってんだよ。ありがとうリツイート。ありがとう。リツイートありがとうみんな。リップ見てるよ今。嬉しいね。ありがとうございます。今何て言った？ナッピーが今お話したかと思った。椅子の音です。って言った。椅子ですよ。ちょっと匂いが違う、匂いが違う、匂いが違う。ひなぷん可愛かったよ。いや、コメントひなぷん、ひなぷん、ありがとう。悪意あるよね、ひなぷん可愛い。リツイートしてね、ちょっとリツイートしてお願い。リツイートしてください、本当にお願いします。メイ様は神ですか？神です、神です。すごいね、なんかだってさ、なんかこれさ、ツイッター拡散企画みたいなのにさ、ショールームもさ、こんなさ見てくれるっていう、確かに嬉しい企画だね。ね、え、メイレンちょっと怖かった？え、よりが怖いの？え、マジ可愛いからメイは。だってさ、それでセンスわからないのダメよ。メイのさ、ツイート内容がさ、なんだっけ、17歳、メイ大好き、まだ17歳みたいな。そう、ナホがさ、まだ17歳ってやったらできないでしょ。それがメイの姿。確かに。っていう褒めてみる。から青かけふリツイートしてね。下心しかないから。まだ15歳って。まだ15歳。まだ15歳。リツイートしてください。この顔がトップツイートになるのが本当に嫌かもしれないけど、一回外してください。大丈夫。外していいから。やってみて。全然可愛いよだって。ね、この顔やってみてよ、じゃあちなみに。3、2、1。本気出ました。ほら残り5分になりましたよ。まだ5分しか経ってないの逆に。ちょっとひな、みなさん、みんなお願いします。みんなリツイートしてね。ひな、顔すごい、顔張ってんだから。あ、ミキ拡散、拡散お願いします。言ってなかったわ。うわうわ、痛い、なんか痛い、痛い。ねえねえ、お願いお願い、ピパさんがメファ持ってくれた。優しい、優しい、のぞみちゃん優しい。のぞみちゃん、ちょっとお願い、お願い、お願い、いいねしたよ。みなさんお願いします、リツイートしてください。みんなリツイートして、リツイートお願いして。みんなの携帯紙が貼ってあるよ。わぁ、愛が素晴らしい。しかもアイドルピカチュウ貼ってある。え、かわいい、もらった。え、かわいい、かわいい、アイドルピカチュウ。いらないって言われてもらった。いらないって言われてもらった。嬉しい、そう、レア界だね。だってアイドルの携帯なんて。本当だよ、ミカ、オンボロイドだよ、オンボロイド。オンボロイド、トーマス、坂にトーマスとね、アンダーカバーのシールが貼ってある。早速ヒナプーの顔面のリツイートされてます。スクショですね。わぁわぁ、早っ、やること早い。リツイートしなさい、ハク。そんなことしない、そんなことしないで。暇があったらちょっとリツイートを。今日は、拡散しろ、ね、エゴサしてあげるよ。わぁ、やばい、今日3000人いったよ。ねえ、やばい、やばい、マジでやだ。いいやだけど、今見ている3000人の皆さん、ぜひカミヤドのメンバーのツイッターをちょっと探して、写真をリツイートしてください。お願いします、はい、そのリツイートが多かった人が優勝になりますので、ぜひ皆さんお願いします。お願いします。
残り4分ぐらいかね。だってミキのさ通知が止まってしまったんだけどね、みんなして、ね、お願いお願いして、顔張ってるんですよ、ね、止まっちゃったんだ、ありがとう。え、待って、まずねナッピーとか出てこないのよ。え、なんでやねん。だからツイート全然してないのよ今。じゃあリツイート、え、本当にね、え、なんミカとヒラすごい現代っ子配信やな。面白いね、シュールすぎてこれ面白いわ。みんなリツイートお願い。あ、出てきた、出てきた、お願いお願いお願いしてて、みんな可愛いからさ困っちゃうから一人だけあれにしたよ。みんなも変顔してだって。え、みんな変顔レアやん。チンガムのトーマス今なう、あと2分です。あ、すごい、やばいよ。ひあ、メイが来た。嬉しい。待って、これさ割と私ガチなやつでやったからさ、これで1位取れなかったら本当にミカ落ち込んじゃうから。これたどりだよね。たどりたどり、これいや本当頑張ったんだよこれね。本当ミカこの時 目が明るすぎて開けなくて、その時に頑張って取るよ、3、2、1って取ったやつだから本当に奇跡の1枚なの。可愛い。完全にはひなの変顔見てるとかじわるじわるじわるうるさい、リツイートしろ、ちょっとお願い、ね、この3000人さ、3000人さみんなリツイートしてよ。え、すごい、3300人ですよ。すごいですよ、ね、なんかお願いします、最後にリツイートしてください。これもリツイート3000人以上の人見てくれる。ちょっとコメントばかり気になってたけど、なんとギフトスペシャルギフトもすごい届いてる。ケムさんありがとう、ありがとう、ありがとうございます。4個のアカウントでリツイートしたよって、めっちゃありがとう。アカウントガチすぎやん、ありがとう。なんかすごいみんな、ね、リアカルについてしづらい、ごめんな、ごめん、ありがとうな、ごめんな、お願いします、リツイートお願いします、リツイートお願いします。これいいね、なんかリツイート企画すごい楽しいしさ、なんか他の人にもさなんか知ってもらえるからさ、みんなの友達で多分神宿に興味持つ人できるんじゃない、ね、できるよね。リツイートした子誰めっちゃ可愛いみたいな、あの豚やべえって言われて確かに。でもさ、それで逆にさ、本物見たくねみたいなってたのよ。あ、おいでみんな、カモンカモン、うーって言われてる、うーって言われてるよ、おかしくない。モノマネグランプリ見てるんでさ、テレレ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 どうなったんだ。いや、みんなで企画に参加するの楽しいね。楽しい、すごいリツイートが嬉しい、みんなありがとう。 KKMMYYT どうなったんだ、これは集計はちょっとスタッフ、あ、話してください。そうですね、じゃあちょっとこれ写真いついつ撮ったかとか、そうだね、今から話すか。はいね、これ私いつだろう、わかんないんだよね。これいつ？でも前髪なんか最近のギフトさんだな。ギフトさんの服着てるから。いつだっけ？最近なんだよね。でも結構最近。あ、先月。先月？先月じゃない。あの本当に最近。いつだっけな。でも忘れちゃったけど、ギフトさんの服着てなんかかっこいい系だからかっこつけたらこうなった。なんか先週着たの？ギフトさんの服を。そう、先週着た。最新、最新、本当に最新写真。結構いいな、これさ、なんか何個か候補ね全部見せてもらったんだけど、くっそかわいいのよ。くっそかわいい、ありがとう。なんか褒めてるのかクソなのかわからないけど、腹立ってくるんだよ。なんかすごいレベルが違うんだよね。そう、いやいやいや、あらさに言われたくないよね。ひなぷーも自撮りの達人と言われてるからね、うん、そのひなぷーがまさかのたどりっていうなぜたどりで勝負したたどり、いや、なんか、いや髪型って言っちゃうんですけど、うん、みんな可愛いじゃないですか。確かにね。でその中で争えないと思って私は無理だって思ったんですよ。だから逆に、ね、ほら印象に残るでしょ。確かに残るね。リツイートしたくなるね、る面白すぎて。ごめん画面汚い、ごめんでミカチンは僕はね、あれだよ、橋で撮った。
箸で取った。そう。箸で取った。超寒い時で箸で取りました。でもさ、なんか違うバージョンのさあるじゃん。うん。わかる。あ、そう、生徒のツイートを今ね、私ツイート固定してるんですけど、うんうん、それもめっちゃ可愛いよね。可愛かった。こっちの方が好き。この時の写真めっちゃ可愛い。そうなのよ。漏れてる。これは珍しく。たどりなのにすごいよね。フォロワーがさ、多いとかあるからね。そういうのもちょっと関わってくるんだよな。きついな。じゃあナッピーいきますか。はい。私のはあのミゴさんとのコラボが決まった時の撮影の写真でございます。これです。あ、ごめん画面汚い。これ全身載せてなかったから、これを機に載せてウィゴーさんとコラボしてるよっていう拡散にもなるという、うん、頭いいことをしました、ね、やっぱさスタイルいいよね。そうなの、ね、だからこういう長いさ、なんか透けてるスカートとかすっごい似合う、かわいい、ナッピーが、ナッピーしか着れないな。無理だよ、嬉しいな、気づっちゃうもん。じゃあリーダーのね、あのどこで自撮りをしたか、これはあの普段塾さんの写真見せて、ツアーを見に行ってお家に帰って自撮りをした。で、ある何リツイートじゃんが、ミキがどんだけ普段塾さん好きなのかっていうのをみんなにしてもらいたかったから。なるほど。あわよくばライト君にも知ってほしかったんでしょ。ちょ、見てくれてるから、ね、でもさ、思ったんだけどさ、この日めっちゃ可愛いよね、うん、絶対すごい気合い入れたんだなっていうのが伝わってくる写真でございますね。したメンバーの皆さんにも褒められて嬉しかった。はい、それでは、はい、読んで、はい、ということで、はい、ここで集計が決まりました。おはい、発表したいと思います。はい、4500人の皆様、本当に好きなんやばい、軽くやばい、軽くやばい、ありがとうございます。4500人の、最高だから、4500人の皆様、ぜひ心して聞いてください。じゃあまず3位から、3位から言うから、3位から、第3位はじゃん、ひらぷん、やったー、最高じゃない、最高じゃない、最下位だわこれ。やだ、すごい。ちょっと待って、どうしよう。3位と4位はない。あ、4位と5位はないってことね。3位からなんだ。はい。つらお。おめでとう。ありがとう。ひなも3位ですごく満足。みんなありがとう。あんな変な顔なのに拡散してくれて。これが3位ってある意味すごいよね。すごい。ごめんね。ダメよ。もう外してもいいよ。恥ずかしいよね。ごめんね。ありがとう、協力してくれて。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい、そして第2位は。じゃん、メイリンです。おー、素晴らしい。みんなたくさんのリツイートをありがとう。あれは可愛いよ、あれはね、あのしかもツイートの内容もね、確かにね、いい、いいよね。ぜひとも皆さんフォローしてね、イエーイ、してね、イエーイ、イエーイ。はい、そして栄えある第1位はじゃん、ミカチンでーす。イエーイ。いやー、ほんとこれ結構ガチでやったよ。だって今同じ顔しても同じになんないもん。あ、やめとこ、眉毛が、眉毛出るから、もうこの顔一緒できません。はい、ということで、ありがとうございます。盛り上がりましたね、楽しかったね、ありがとうございます。ショールームが終わった後もぜひともね、あのまだリツイートしない方はね、リツイートしたりとかね、5000人見てくれたの、あの喋ってる、すごい、ありがとうございます。5000人すごい、ありがとう。じゃあ5000人の皆さん、あの見てる皆さんね、ぜひともねリツイート待ってますので、よろしくね、よろしくね。すごいね、過去最大ね、すごいね、初めて見て、いいと思ったらフォローしてください。はい、お願いします。すいません。で、まあちょっとこの5000人の方ね、絶対ほらまだ神宿初めて見たっていう方もたくさんいると思うので、ちょっと神宿のライブ情報、よし、いや、言いましょう、言いましょう、からしとわさびが、あれこれライブ情報、あ、そっちだから、いや、あ、そう、ひなからあるのか、はい、いいですか、はい、あの、まず、あ、まずっていうか、あのこのツイッターの企画だったんですけど、うん、で4月2日の秋葉カルチャーズ定期公演でツイッター拡散企画の第2弾の開催が決定しました。マジで、すごい、拡散大好き。そうなんです、あの大好評で、
そうですね。で今回は拡散企画の1曲に限り、スマホに限らずカメラ全般での撮影ができます。おお、進化した、進化しました。ただしフラッシュや三脚とかね、うん、そうね、迷惑なので一脚三脚動画がダメ、動画ダメです、動画ダメです、動画もダメ、のしは不可です、はい、あとはフルサイズでも白レンズでもどんとこいって感じでやらせていただきます。ぜひともね、画質のいいね、カメラで、キャメラで、キャメラで、キャメラで撮ってもらいたいと。詳細は後ほど公式ツイッターで発表します、はい、いい写真撮ってください、お願いします、お願いします。いや、それもぜひともねリツイートしてもらえたらいいよね、なんか拡散とか ね公式ツイッターの方もね、はい、ただし、まあ、ルールは守っていただきたいですね。そうですね、そしたらまた進化するから、はい、進化するから、はい、だよ。じゃあここでちょっと終盤なので番組は、はい、お願いします。ちょっと神宿の今後の活動を、はい、はーい、みーにゃん、からしとわさび、オッケー、カモン、はい、いきますね。ですね、週末のライブが、明日3月26日土曜日、アイドル大感謝祭スペシャル、春スペシャルに出演します。イエーイ、はい、そして次の日は27日日曜日、仮面女子フェス制服編一部に出演します。イエーイ、制服とかは着れるんだよね、制服は。いや、コスプレ、コスプレ、コスプレ、もう今日は痛めつけないで。だいぶ来てますね。3月インタまでは許してやろう。ありがとう。で、はい、で次の日です。28日、ガールズボンブ、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 春の特典会、あ、第3点、大祭典、in 名古屋で行われます。名古屋、名古屋、名古屋、最年長大丈夫、手羽先食べよう、難しいな感じ、はい、そんな感じです。いや、あなたが書いたの、はいはい、そしてまだ私の番を忘れないで、言っといていいよ、はい、どうしようか。だってね、うん、そしてですね、4月から透明版ツアーがありまして、4月16日の土曜日、大阪ライブスクエアセカンドラインさんで行います。はい、そして4月23日土曜日は名古屋ライブホールミッドさんで行います。みんな大丈夫か。大丈夫、大丈夫、探してるよ。そして4月29の祝日の月曜日はファイナル渋谷クアトロさんで行います。はい、チケットは一般発売中なので、はい、ぜひ皆さん来てください。でですね、3月28日のしあさっての名古屋遠征なんですが、はい、神宿デビューして1年半の記念日でございます。すごい、それが大事、マジ1年半マジか、あっという間ですな。もうこんな素敵な記念日はないので、皆さん確かに一緒に過ごしませんか。あった、名古屋で過ごしませんか。1年前はあれだよね、リキトル、エビスリキトルームさんでやったんだ。やったー、やったね、必殺スーパー神宿旋風の曲を。懐かしい、ね、そうだよ、大いお茶飲みまくったな、飲んだな、エビアンも飲んだな、エビアンも大いお茶もおたくさんが死ぬほど飲んでた。ありがとうございます、ありがとうございます、その説は感謝を、ありがとうございます、本当に本当に、はい、いや面白い、そうですね、はい、ということでね、はい、はい、そしてあの4月9日に秋葉カルチャーズ劇場さんで一ノ瀬美香生誕祭スペシャル開催されます。もうチケット発売中なので、ぜひぜひ皆さん来てください。美香を幸せにしてやってください。よろしくお願いします。あれ、赤く染まろう、赤く染まろう、もうグロいからね。誰が私を幸せにできるかな。はい、ということで今後の活動も盛りだくさんということでね、はい、はい、もう番組のちょっとね感想に行きますか。はい、はい、はい、あ、いやー、楽しかったね、5700人も、うわー、ありがとうございます。初めてですな、こんなに行ったのは。ありがとうございます。はい、それではランキングの方に行きたいと思います。はい、はいはい、それでは第3位の方、はい、せーの、ジョードさん、ありがとうございます。はい、そして第2位の方、せーの、ケムさん、第1位、せーの、北海道の七瀬さん、最初5連続、すごい、すごい、素晴らしい、ありがとうございます、ありが
がとうございます。七瀬くんありがとう。北海道からありがとう。ありがとうございます。次の配信は4月8日金曜日19時からとなっております。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、以上私たち原宿初せーの神宿でした。バイバーイ。一度ありがとうね、みんなと。ありがとうね。